党の指導性とは、レーニン主義の原則の一つ。マルクスレーニン主義を掲げる多くの社会主義国の憲法などに明記され、党が国家、政府、軍隊、司法、宗教団体、大衆団体など、社会のあらゆる立法や組織に優越し、これらを指導する根拠とされた。国家を指導する党を指導政党とも呼ぶ。別に、前衛党の指導性。 共産党の指導体制、共産党の指導原理、共産党の指導的地位、共産党の指導的役割などとも呼ばれる。また、中国では漢字で党の領土と表記されており、これが北朝鮮やベトナムといった他の社会主義国で掲げられている党の指導の意訳に使われることがある。ソ連共産党のウラジーミルレーニンによる原則を、 ヨシフ・スターリン時代に1936年のソビエト連邦憲法で初めて憲法に記載した。以後、ソビエト連邦の各共和国や東欧諸国や中国など多くのマルクス・レーニン主義を掲げる社会主義国で憲法などの基本法に共産党による国家への指導が明記されている。マルクス主義の原則とされているプロレタリア独裁では、 社会主義革命後の過渡期ではプロレタリアートによる独裁が必要とされているが、さらに、レーニンの前衛討論ではプロレタリアートを指導するのは少数精鋭の共産党である。この一党独裁の理論をロシア革命によって権力を獲得したボリシェビッキが国家の憲法に明記し制度化したものが党による指導である。党による指導は通常、 社会主義社会全体に必要とされるため、その対象は、政府だけではなく、軍部、司法、さらには、職場、労働組合、地域、学校、文化団体などの、あらゆる社会的組織も含まれる。実際には、あらゆる階層の社会集団に、共産党が細胞を置き、意思決定を助言し、あるいは行う。旧ソ連やキューバの一等性に対して、 中国や北朝鮮などには複数政党が存在するが、他の政党は指導政党からの指導を受けることが憲法に明記されており、いずれも一党制を追認する程度の役割でしかなく、実質的には一党独裁である。党の指導に従わないものは、通常、半党分子、反革命分子などと呼ばれ弾圧や粛清の対象となった。 このため憲法が存在して、言論、報道、集会などの自由や権利が明記されている場合でも、実際にはすべての組織で共産党の支配が徹底される。この結果として、政府組織と党組織の間の役割分担の曖昧化、国家組織の形外化と党の肥大化、実権や出世や利権を求める層が共産党に、 大量流入することによる党幹部の汚職や腐敗、軍が党の軍であるか国家の軍であるかの位置づけの曖昧かなどが発生しうる。憲法等で公式に党の指導性を明記した主な国には以下がある。国家社会主義ドイツ労働者党政権下のドイツにおける国家に対する党の法的な位置づけは曖昧であり、アドルフ・ヒトラーを党及び民族共同体の 相当とした。1933年1月、ナチ党は政権獲得後に選挙を行い、その勝利をナチ党及びその指導者であるヒトラーが民族と国家を指導する体制が確立されたものと懸念し、ヒトラーと党が国家を指導すると主張した。同年7月31日交付の政党新設禁止法により、ナチ党がドイツ唯一の政党となり、 12月1日には、党と国家の統一を保障するための法律が交付され、党と国家は一体のものであると定義されたが、1942年の党の法的地位に関する相当命令で、この定義は削除されることになった。ナチス政権下では、党や法よりも相当たる、ヒトラーの意志が最重要視され、党の指導性を明記した、成分法制定や憲法改正は行われなかった。 このため、国家と党の職責が重複する部分も多く、党幹部同士の権力争いも耐えなかったが、ヒトラーはこれを積極的に是正することはなく、むしろそのまま放置することもあったため、かえってそれを最終的に最低し得る総統の絶対的立場が強化されたとも言われる。マルティン・ボルマンは、党の地位は、法律の規定によっては正しく把握し得るものではなかったと評している。 サッダ・ーム・フセイン政権下の第三共和制イラクは前任のアフマド・ハサン・アルバクル政権も含めた1968年以来アラブ社会主義を掲げるバース党による事実上の一党独裁であったが憲法に指導政党という形で明記されてはいなかった1970年憲法では最高の国家機関は革命指導評議会とされ その議長が共和国大統領とされたが、その構成員の一部は、社会主義アラブバース等の地域指導者から選出することが明記されていた。シンガポールの憲法上は、指導政党の概念はなく、選挙は複数政党の競合で行われるが、勝者総取り方式の集団選挙区を主とする選挙制度や与党落選地区への行政による報復などにより、 建国以来人民行動党が議会議席のほとんどを占め続けている。例えば2006年の総選挙では66.6%の得票である与党人民行動党が97.6%の議席を獲得している。社会主義現代化建設を推し進め、中華民族の偉大な復興を実現させる中国の国家の統一と社会の調和。 安定を守る政権の安定を保障する数億の人民を団結、凝集させ、共同で素晴らしい未来を建設する。ありがとうございます。